ニコライ・アレクサンドロビッチ・ベルジャー F1948 年3月23日はロシアの哲学者。元はマルキストであったがロシア革命を経て転校し反共産主義者となる。神秘主義に基づき文化や歴史の問題を論じた。10月革命後にパリに亡命。1922年、レーニンの革命政府によって国外追放。ニコライ・ベルジャー F 実際に 共産党体制を体験したことから共産主義への深い考察力を持つ。共産主義はこの世の王国の宗教であり、悲願世界もどんな精神世界をも最終的にかつ決定的に否定する宗教である。として共産主義思想を宗教として分析、批判している。共産主義はあらゆる宗教的な特徴を持つとしており、 例えば、マルクスやレーニンの書物を聖書として解釈を許容するが、批判は許さないこと、国民を信者と非信者に分別し、信者も政党と異端に春別すること、異端を波紋や極刑に処すること、人間に搾取や階級的不平等などの現在が存在すること、貧困のない神の国の到来を予言することなどを挙げている。さらに、共産主義の協議が、 ユダヤ教の至福千年王国説、旧世中佐を萌え、全面思想にあることを指摘。ベルジャー F は、人間は歴史的なものの中にあると同時に、歴史的なものは人間的なものの中にあるとする。過去の人間は、世界全体と過去のすべての偉大な歴史的時代が反映されたミクロコスモスであるというのである。彼は過去、現在、未来を分割して考えることを批判する。 そのような歴史観は、刹那の連続に過ぎず、本来実在的な歴史的なものが、否定されてしまう。歴史的なるものの体得のためには、過去から連なる、伝統と、記憶が重視される、民族の記憶と象徴的伝統の中に開示される、内的生命が、歴史に意味を与えるのである。進歩の理論は、過去と現在を犠牲にして、未来を進化する。したがって、進歩主義は、 未来による過去の永遠の破壊、後続の世代による先行の世代の永遠の抹殺である。そして、進歩の宗教は死の宗教として批判、進歩の宗教に対して次の二つの反駁を行っている。第一に、到来すると信仰する未来の一部の人間のために、それ以前のすべての人間を犠牲にしても正義であるとする思想は人間の道徳に照らして正当化できるのか。 第2に未来の世が過去の世代より高いところに位置する完全への進歩などを果たしてあり得るのか。また、フランス人権宣言が義務というものを忘却していると批判、人権に否定的である。また、国民主権は人間主権である。人間主権はその限度を知らない。そして、人間の自由と権利を侵犯するとして、国民主権も批判している。ありがとうございます。